二人は仲良しの超怖い話。その四。トイレの花子さんとかくれんぼ。小学校三年の冬の話です。とても寒くて雪がちらついている日でした。その頃、私たちの周りでは、かくれんぼが流行っていました。その日も放課後に仲良しの5人組でかくれんぼをすることにしました。日も短くなっていて、だんだん薄暗くなってきていましたが、雪で寒くて外では遊べないし、一回だけやって帰ろうという話になりました。今日は、旧校舎でかくれんぼをしないかという話になり、小さな旧校舎の中で、どこに隠れても良いというルールになりました。A ちゃんがじゃんけんで鬼になり、私たちはそれぞれ旧校舎の中で隠れる場所を探しました。私は旧校舎の奥にあるトイレを思い出しました。そのトイレはある噂があって、みんな近づかないようにしていたのですが、私は逆にあそこなら見つかりにくいかもと思ってトイレに向かいました。はーひふーへほー。今日は放課後。俺様、ハムちゃん、タオタ、ドキンちゃんの4人で、かくれんぼするんだぞ。楽しみだぞ。旧校舎で待ち合わせなんだぞ。じゃんけんぽん。ハムちゃん負けちゃったハム。じゃあ、ハムちゃんが鬼ね。みんな、かくれましょう。トイレの中に入ろうと覗きましたが、なんだか嫌な空気を感じて、入るのをやはり躊躇していました。トイレの窓から外を見ると、だんだん雪がひどくなってきていて、外もうっすらと暗くなってきていました。やっぱりやめよう、と、引き返そうとすると、ピーちゃん、と声がしました。あれ？シーちゃん、そこにいるの？うん、こっちにおいでよ。一緒に隠れよう。どこの部屋にいるの？ここだよ。声のする方の個室のドアを開けて、シーちゃんと一緒に、隠れました。個室の中は暗くて、しーちゃんの顔ははっきり見えません。ここにいたら見つからないよね。だってここみんな怖がって来ないじゃない？と私が言うと、しーちゃんがびっくりした声で、そうなの？どんな噂？と言いました。トイレの花子さんがいるって、寂しがり屋の花子さんがいて、このトイレに入った子はみんな行方不明になっちゃうんだって。と、私が言うと、しーちゃんが、そうなんだ。Bちゃん、怖くない？ううん、怖くないよ。しーちゃんが一緒だもん。しーちゃんは怖くない？私は怖くないよ。だって私、その後の言葉はよく聞こえませんでした。しーちゃんの口の動きだけを見ていました。その後、しーちゃんはじっと私の方を見つめていましたが、暗くてどんな表情をしているかは
あまり見えませんでした。そういえば、ここのトイレ、変な噂があったな。ちょっと怖いな。キャッ！何かうめき声が。いやー！バイキンマン、うるさいパオ。あれ？なんだ、パオタだったの？なんかお腹が痛くなっちゃって、あいたたたたたた。もうなんだよパオタ、びっくりしたぞ。バイキンマン、こっちこっち。あれ、ドキンちゃんもここにいたの？一緒に隠れましょ。うん、二人なら怖くないぞ。バイキンマン、このトイレの噂、知ってる？トイレの花子さんだっけ？しーちゃんどうしたの？私がしーちゃんに聞こうとすると、トイレの中に誰かいる！と、鬼役の A ちゃんの声が聞こえました。そして同時に、B ちゃんじゃない？と、C ちゃんの声が後ろから聞こえたのです。私は一瞬で体中の血の気が引きました。C ちゃんの声が聞こえる？じゃあ、ここにいる女の子は、C ちゃんじゃないの？あなたは、一体？と、私が、震える声で聞くと、目の前の女の子は、冷たい手で、私の手を握って、ずっと、一緒にいよう、と、言いました。その時、鬼の A ちゃんが、B ちゃん見つけた！と、トイレのドアを開けました。私は飛びつくように A ちゃんに抱きつき、そのまま気を失ってしまいました。あれから旧校舎には近づいていないし、あの女の子の正体ははっきりとはわかりません。ただ、あの女の子の口の動きは今思えば何と言ったかわかります。だって私が花子だもん。そう、寂しがり屋の花子さんがトイレに来た子供を捕まえて、ここに来た子供たちはみんな行方不明になっちゃうんだって。うわー、怖いぞー。どうしたんだドキンちゃん、バイキンマン。私が花子さんだったらどうする？え？ドキンちゃん、何言ってるんだぞ。ドキンちゃん、どうしたのだ？怖いぞ。あ、バイキンマン、声が聞こえた。見つけたハム。ハイフーヘホー。ハムちゃん、助けてー。あははは、バイキンマン、騙された。え、ドキンちゃん、だってあははは、冗談よ、びっくりした。もう俺様
腰が抜けるかと思ったぞ。はも？このトイレは？パウダーがトイレに入ってるんだよ。みんなで待とう。ありがとう。パオタ、まだハム？遅いぞ。おい、みんな、なかなか見つけてくれないから、来ちゃったパオ。え？パオタ、ここでトイレに入ってたんじゃないの？何言ってるパオ。トイレから出た後、ずーっと理科室に隠れていたパオ。え？じゃあ、ここにいるのは？ずっと一緒にここにいてくれる？